ボンジョルノ、あっちゃんです。よう寝た。はい、もうね、11時です。はい。めっちゃ寝た。うん。でも、まだすっきりせんけどね。今、パン焼いて作りますね。ああ、久々に、ね、よう寝たよ。よう寝たけど、やっぱり、寝だめてできるのが私はすっきり。眠たい、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 頑張って作っていこう。しょ。硬いよ。寝起きで力が全然入らない。アイトルボトルさえ開けられない。今日はね、コンビニかなんかね。昔のゴミ袋を買いに行った。隣のね、桜井とか行ったら売ってなくてね、宇田市に買わないと遅いけどさ、宇田市のどっかの店に行って、ちょパン焼いたら取ってくるわ、なんか向こう置いてくるわ。よいしょ、パンがね、あったまったら。よいしょ、よいしょ、ここにカレー入れていきます。はい、できました。食べましょう。いただきます。ああ、眠たい。あのね、めちゃくちゃ眠たいな。髪の毛がね、ちょっと痒い。なくなっちゃうね。ちょっとカレー入れすぎちゃったな。聞いてたらどうする。うん。うん。あー眠たいわ。すごいな。テレビで、ね、ラキューってパズルなんだけど、これ、奈良から生まれたやつだよ。ラキューって奈良で作ってんねや、知らんかった。ラキュー奈良で作るんだ、応援したいね。カレーがね、いつもより辛くないから、なんかいつもカレーパン大事じゃないの。うん、オープンチーズカレー辛みが少ないの、だからカレーで食べたらね、まあ、カレーっていうちょっと美味しいんだけど、辛みが少ない分、なんかパンにすると物足らんの、なんかもうちょっと欲しいね。
野球面白いな。昔子供がね、本屋さんで野球のサンプル置いてやって好きに触っていきよったやつ触ってて、あまりにも欲しいとか買ってあげたことがあって、ブロックでもね、拡張性があってもっといろんなもの作って面白いね。面白いな。奈良県はバナナを買う出資率がナンバーワンやねんて。甲子行ってるわ、奈良のとこや、柿専門店や。専門店ちゃうんや、果物屋さんや。もう柿売ってんの持ってる。奈良のね、あれは何なの、餅戸茶碗と三条通にある果物屋さん、今出てるの。美味しかった。カレーパンね、やっぱ美味しいわ、これね、気になってね、行きたいなと思うんだけど、入り口めちゃくちゃ狭くて奥が長いね。なんか入りにくそうで行ったことないけど、今度行ってみようかな。美味しそうやな、行きたいな。今日のあっちゃんの朝ごはんはね、昨日のカレーの残りでカレーパンにしました。まだやっぱ眠たいね。ちょっと今日は一日ゆっくりしようかなと思ってね。昨日まだ動画もうちょっと作らな、今日はもう動画ほんまはないねんけどね、あんまりその分ちょっとね、何しよう、動画が少ないねんけど、みんなごめんなさいね。で今日、昨日のね、でこの動画がある昨日は多分少なかったと思う。で今日はこの後ね、子供とお昼食べてから子供を連れて、カット連れていくから、また動画が少ないと思うねんけどね、この昨日今日とまあ土日進行やからね。だから昨日は金曜日やってんけどね、少ないと思う。で日曜日がね、撮れるかどうかわからへんけど、ちょっと日曜日予定を入れたんで、どこも出ていかへんけどね、家でちょっとしたいことがあって。だから、こういうことでちょっとごそごそするんで、まあ頑張ってやっていきたいと思います。で、舞台ね、ごめんね。はい。昨日ね、3時間の、オフラインオンステージ、もう全力でやったんでね、まあ、それの、余韻と疲れも、余韻でね、寝れへんかって、昨日、あの後。3時ぐらいまで寝れへんかってね。で、気ぃついたらね、もう3時過ぎとったんよね。まあ、下手したら3時4時ぐらいやったか、2時間分からんけど。で、今11時、10時過ぎぐらいまで寝とってね、ぼーっとしとってんけど。もう、眠たい。で、もまあね、まあ6時間ぐらい寝れたんでね、
元気は元気です、はい、ということで今日のあっちゃんの朝ごはんこの辺で終わりにしたいと思います。ではまたね、バイバイ。今日のあっちゃんの朝ごはんポーチドカレーパン、よかったと思ったら高評価、応援、コメント、チャンネル登録よろしくね。最近疲れがどうしても抜けないあっちゃんでした。